介護士と保育士の夫婦ではレズミカルガスの雑草タカタタタタカちゃんでございます。本日も虹色ドブが張り切ってやっていきましょう。紫色草親子で介護予防、無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、毎日楽しくノート習慣、立って行う世界一周足踏み。はい、そんなわけですね。前の、数回前の回にですね、座ってできる世界一周足踏みやりました。それを立って行うバージョンです。しかもワンステップバックステップが加わってますから、より難しくなっております。立ってやりますのでね、運動量もね上がって、すごく有酸素運動につながっていきますので、脳の活性化に効果的でございます。はい、それではもう本日はね、早速柑橘系の皆さんと実践編やっていきたいと思います。柑橘系の皆さん、よろしくお願いします。どうもどっかからシャース聞こえてきて、向こうの方でシャース、こっちでシャースお願いします。カメラの前でレモンちゃん、ぜひとも、はい、こちらでシャースお願いします。はい、はい、さあ、それでは皆さん、前回前にやった座ってできる世界一周足踏み覚えてますか？ね、まず30歩足踏みしまして、3の倍数で前、3の倍数で横、3の倍数で、上にキープ、はい、これに今日は3の倍数でバックステップが入りますので、はい、まずそしたら、30歩足踏みからいきましょうか。はい、はい、笑顔キープしながら今日はね、立ってやるんで腕振りもつけていきましょうか。はい、元気いっぱい30歩足踏みいってみよう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、続いて3の倍数の時だけ前、左右に交互に前にフロントステップ、前にステップ踏み出します。それではいってみよう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、もう結構いい運動になりますねこれね、うん、はい、続きましてサイド、左右にサイドステップです。3、4、6ね、こういう感じで。はい、それでは、30分足踏みで3の倍数で、左右にサイドステップいってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。そう、ちょうどですね、3の倍数で交互にできるようになってますからね。はい、次そしたら、3の倍数でキープで、この時はしっかり間を取って1、2、3、4、5、6という感じでやりますので、まあ、これはそしたら15ぐらいでやりますね、半分で、はい、いきましょう。次は、このね、膝上げてキープでいきましょう。3の倍数の時だけ膝上げてキープです。いってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。はい、 OK です。さあ、これキープで結構ね、うん、全身の、ね、体幹鍛えれますね、うん、バランス能力も片足立ち、はい、ちょっとね、もしなんていうの、膝の痛みのある人とか70超えてくるとね、急にこれやるとバランスを崩して転倒してしまうということもありますので、いきなりこのね
これが一番危ないので、これと次にあるバックステップが一番危ないので、これ今15やりましたけども、最初は6とかでもいいです、いいかもしれないですね。6とか9とか。テントウムシが転倒した。あらららら、テントウムシは可愛いけどね、おじいちゃんでいらっしゃるんですからね。ダジャレ、ダジャレね。いいよ、面白いじゃんね。テントウムシが転倒した。はい、そしたら、レモンちゃん、将来の夢、テントウムシから変わりましたか？うん。今は何ですか、夢は？テントウムシからハムスターに変わって、うん、次オリンピック選手で、次多分オリンピック選手かも、今オリンピック選手か漫画か。おー、なるほど。どんどん夢がこう発展してきてますね。うん、あー、すごい。どんどん大きな夢持ってください。でも小さくなるのもいいね。まあ、小さくなるのもね。まあ、なる。まだそこに、まあ、希望を持ってる。なるほどね。うん。ね、うん。ドラえもん。スモールライトね。うん、はい、ガリバートンネル、小さくなりたいですね、確かに。あの、それでね、この体操ですね、次そしたら、バックステップ、同じように3の倍数で3、4、5、6、これね、この後ろの重心移動、これも意外と難しいんですよ。うん、で、この、 後ろへの方向ね、これが普段後ろ歩きなんかしないでしょ、うん、しないですけども、この動きをしておりますと体の全身をね、効率よく使えることができますので、陸上でね、学びましたね、後ろ歩き結構ね大事になってきますので、さあ、やってみましょうか。それでは30歩足踏みで笑顔をキープしながら、3の倍数の時だけバックステップいってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。 OK、 さあ、これをですね、全部30歩の中にバンとまとめてしまいます。世界一周です。はい、座ってる時はね、この座ってたんで、このバックが取れなかったんですが、今日はバックステップは入っております。前が、右左1回ずつ、左右が、左右左右2往復、はい、で、その次バック1回ずつ、右左1回ずつで、最後がキープが1回ずつだから、左右だけちょっとね往復あるんですけど、はい、それ以外は全部1回ずつです。はい、はい、それではまずゆっくりでやって、最後テンポ上げてやって終わりにしたいと思います。はい、それでは立ったまま世界一周足踏み行ってみましょう。笑顔をキープでお願いします。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。どうでしょうか、できましたか？はい、OK。 まあ、レモンちゃんはね、あの運動神経系が強いので、まあこれ一発でねできるだろうと思っておりましたが、ヒューガさん最近の成長がすごい、一発でできた。こんなできたよ。すごいですね。これ私だいぶ練習したんですけど、あら、知らないうちにちょっと別の色の、オレンジロクさん、青いロクさんの効果出てますね。はい、ありがとうございます。いい感じ、いい感じ。もうね、まさにね、もうこれちょっといつもの指先の脳トレよりもどっちかっていうと運動系に近いでしょこれ。はい、脳トレの最高な脳トレはもう運動なんですって。有酸素運動こそ最高の脳トレというね、研究結果出てるみたいなんで、はい、どんどん体がね、どんどん動ける人はランニング、スポーツ、ウォーキングやってください。はい、それで室内の時はね、こういう世界一周足踏み取り入れてください。さあ、それでは最後、さらに有酸素効果を得るためにテンポアップして終わりますよ。さあ、それでは最後テンポアップして、世界一周足踏み立ってバージョンいってみよう。
せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、26、27、28、29、30。はい、そんなわけで皆さん、室内でも野外でもどんどんウォーキングしちゃってください。それではまた会いましょう。さようなら。チーバーイバーイ。夫婦喧嘩の最後は私実家帰る言うてたな。子供産んで強なったな。病気して入院して手術して元気に戻ってきてくれた時は嬉しかったけど、君はますます強なったな。虹色動画とは、雑草男タカちゃんが親子の力を借り一致団結して大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでのアクセクトの日々をお届けしております。音楽、陸上、介護予防、運動神経向上、筋トレ、自然、そしてダウン、リズミカルガス、みんなで楽しみましょう。はい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 、雨上がり、せーの、虹色